はい、こんにちは、ブルーホースです。マルチタスクでも効率を上げる方法という話を今日はしていきます。マルチタスクね、最近もやったばっかりなんですけど、その時はマルチタスクなんか絶対やっちゃダメだっていうね話をしたんですが、今日はもしかしたらマルチタスクだったとしてもできるんじゃねっていう話をねしていきましょう。で、今日はですね、人間っていうのは複数のことを同時にはできないっていうのがまず大前提ではあるんですけど、ね、まあ、前回の動画でもお話はしたかと思うんですが、想像してみていただけたらわかると思うんですけど、ね、前を向きながら後ろを皆さん見れますか？ゴーゴンかよってね。それから右を見ながら左から誰が来るかってわかりますかっていうと、無理ですよね。無理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 。ね、別の動画でも話をしたんですけど、普通の人は無理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 なんですよね。で、まあ某忍者だったら影分身でできるかもしれないですけどね、はい、普通の人は無理です。で、これっていうのは実は脳も同じで、基本的には一つのことにしか集中できないような作りになっているんですよ。だから同時に複数のことをやろうとすると、取り組み自体は仮にできたとしても何もかもが中途半端になってしまうんですよね、うん、電話をしながらメールを打つとか、人の話を聞きながらなんか動画を見るとかね、うん、どっちも入ってこないみたいな。ところがどっこい、マルチタスクであっても創造性とか効率性も上げられるかもという話があったので、今日はそれをシェアしていきたいと思います。で、1日の作業量というテーマの話なんですが、ね、まあ、IT 化も進んで、同じ時間の中で、同じ例えば8時間という1日の仕事の中で、まあ、8時間で終わらないですけどね、で、できることっていうのが大量になってしまったっていうのが現代なんですよね、まあ、なってしまったっていうのもよくないからなった、おかげさまでっていうぐらいが現代ですね。で、その波に乗って人間の能力だけじゃなくてツールも使いこなせないと置いていかれるような時代ですよね。とはいえ人間の脳っていうのはそこまで進化に対して成長をしていないので、まあ、なかなかマルチタスクに適するほどのレベルにはなってないんです。至ってないんですよね。だから、マルチタスクをしたとしても、創造性を上げていくためには、一体どういうマルチタスクの取り組み方だったら OK なのかっていうのを今回実験をしてみました。で、参加者には次のパターンのマルチタスクっていうのをやってもらうんですね。作業は一人当たり2つ作業を持っているとして、持ち時間の半分を1つの作業を行って、で、残りの半分の時間でもう1つの作業をするっていうのが1パターン目。それから2つ目が、2つの作業をあらかじめ決めた時間で割り当てて、時間が来たら作業をもう強制的に切り替える。15分ずつとかね、30分ずつとかっていうような感じです。それから、もう、自分の好きなタイミングで作業を切り替える。で、まあ、作業が終わったら次に移るとか、なんか飽きてきたから次に移るみたいなね。そんな感じです。で、作業の内容に関しては、創造性を試すものなんですね。例えば、ペットボトルの斬新な使い方を新しいアイデアどんどん出してくださいっていうね。じゃあ、そういったその創造性を試す作業をやってもらった上で、最もいいアイデアが出るのは果たしてどのパターンだったでしょうか？皆さん、想像つきますかね？結果はですね、2番の作業時間を15分とか30分で区切って、強制的に次の作業でまた元の作業、次の作業、元の作業っていうのを繰り返すやり方っていうのが圧勝だったんですね。前もって作業を切り替える時間を決めておくと、想像レベルの高いアイディアっていうのが出たわけなんですよ。じゃあこれってなんでなのっていう話をしていくと、1、3に関してはこれは意識ではなくて無意識のうちに考えが凝り固まりやすくなっちゃうからなんですよね。一つのタスクに取り組み続けていくと考え方とか発想の視野っていうのが狭くなっていってしまって、新しいアイディアが生まれるところか、大したことのないアイディアが浮かんでもそれが素晴らしいものなんだと、なんでかっていうと苦しんだ末に出しているからなんですよね。なんかっていう、そんな風に強く思い込む傾向っていうのが高かったですよっていうことなんですよ。で、そこで細かく時間で区切って作業を強制的に切り替えることによって、強引に作業からまず切り離します。そうすると作業から離れたらなんか一歩引いた視点で見直すことっていうのができるんですよね。で、固まってしまっていた発想から抜け出して、あ、もしかしたらあれを応用できるんじゃないかとか、これとあれをつなげたら新しいこれができるんじゃないかみたいなっていうようなアイデアが生まれるんですよ。だから勉強をしている時に、なんかちょっと行き詰まったなっていう時に、まあ、自然の多い
森の中とかを散歩するのがいいって言われてるのは、作業から強引に抜け出して散歩っていうタスクに切り替えるからなんですよね。うん、アインシュタインなんかよくやってたってよく言いますよね。で、一つの作業にハマるっていうことなんですけど、よっぽど集中力が高いとか、その一つ取り組んでいる作業のゴールが見えているって言った場合だったら、もう一つのことにどんどん没頭してもらった方がいいと思うんですよ。やりきってからね、じゃあ次のタスクに移るっていう、こういうのはありかもしれないんですけど、ところが、まあ現実世界作業ごとではなくて、まあ、なんか時間ではい次って責められるケースが多いと思うんですよね。なんか自分が満足いくまでやりきるっていうほど余裕を周りが持たせてくれないじゃないですか。だからそういった時間で次次次って区切られるっていうような現代だからこそ、そこを逆手にとって、例えば営業マンだとしたら9時から10時までっていうのも電話かけと、で10時から11時は企画書の作成で、11時から12時に打ち合わせみたいな感じで時間で計画を立てて、その時間で決めたこと以外っていうのも一切やりませんと。だからメールの返信もしませんとかね、社内で誰かとおしゃべりする時間なんか作りませんみたいな感じで思い切って割り切っちゃった方がいいです。でなんか行き詰まっているなーっていうような時がいずれ来ると思うんですけど、そういう時っていうのは別の仕事、今やっている仕事とか今やっている科目の勉強とかっていうものから切り替えるいいタイミングなんですよね。そういう意味でのマルチタスクだったら OK なんですよ。ね、決して電話をしながらメールを打つと、あ、もしもしカタカタ、もしもしカタカタ、そんなんじゃなくて、数学を解きながら、何足す何は何々で、何の分の何のイコールタンジェントうんぬんかんぬんっていうのをやりながら、クエスチョン1、ジョン is ふにゅ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 っていう風にリスニングをするって、そういうことじゃないですよ。同じ時間で複数のことをやりましょうっていうことじゃなくて、複数のことを時間を区切ってやろうっていうことなので、そういう意味でマルチタスクっていう風に言ってるんですが、これが同じ時間で複数のことをやるっていうことをマルチタスクだっていう風に捉えてしまうと、何もかもが中途半端進まなくなってしまうっていうような状態になってしまうので、そこは注意しましょうというお話でした。なのでマルチタスクは別にやれないことはないです。ただしそれは作業ごととかではなくって、時間で区切って強制的に次に移っていろんな作業に手をつけていきましょうという、そういったお話でございました。ということで本日の動画以上です。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。